まだですよ。いいですよ。こんばんは。11月27日、午後7時になりました。今日は違うオープニングの仕方でやってますので、ちょっと違和感があるかなと思いますけども、しゃべくりマッチの第370回です。日に日にですね、寒さが増してまいりまして、もうガタガタ震えそうな日々を過ごしております。今日の松代でございます。昨日は松代城で、鷹狩りがありましたということで、皆さん何人くらい来たんかね。300人くらい、380名、ということで、松代テレビ の、 ホームページにもすでにアップされておりますので、鷹狩りのことについてはまたご覧ください。今日はですね、皆さんは松代の特産というと何を連想されますかね。案ずることありませんね。案ずですねということで、このくらいボケかましばいいですか、代表。最初はそうですか、はい、最後です。ありがとうございました。その1月の23日、実は326回で、今日ご紹介しますことにつきましては、すでに第1回として放送されております。アンズの、正式名称は何て言いましたっけ、アンズスイーツの会です。スイーツ研究会。スイーツ研究会ですね、大変失礼しました。スイーツ研究会ということで、すでに3商品が出来上がっております。今年はその第2弾ということで、さらに追加で3商品が出来上がりました。一市場一モデル事業の事業ということで、昨年、今年、それから来年3カ年の予定で進めていく事業でございます。前置き長くなりました。早速ゲストの方をご紹介したいと思います。プロデューサーで、アンズッコハンバーグリーの方も関わり合っております土屋恵梨香さん、お願いします。それからもう一方は、大当たり製菓舗の社長さん、大当たりさん、こんばんは、よろしくお願いします。はい、それでは早速ですが、プロデューサーの土屋さんの方から、今回のコンセプトといいますかね、はい、ご紹介をいただきたいと思いますが、よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、コンセプト、はい、実はもともと私松代の人間ではないんですけれども、縁があってアンズッコハーモアグリさんの方に通うようになって、非常にその松代の、 里山にすごく魅せられたっていうのがもう一番最初のその思いです。でそのアンズを育てたこう松代のその綺麗な里山の風景がとっても気に入って、何度か来るうちにこのお話に行き合ったという形です。うん、はい、でその中で、アンズスイーツを作るということはもう決まっておりましたので、なんかこうアンズ、今までのアンズだともう千曲のその森というところが、まあ非常に全国的にも有名なのは私も知っていたので、はい、何かそうではないこうアンズを何か売り出せるものはないかっていうことでちょっといろいろ考えたところ、でそれまでにこちらにも伺って松代の本はちょっと読んでおりましたので、そうだ、童謡と何かこう結びつけることができないかなっていうことで、食はまあ文化の一つであるので、その文化ということで松代の文化と何かこう融合はできないかなって言ったのが最初でした。私も食の事業に携わっているわけですけど、はい、その前2年かかりましてね、実はアンズを松代名物にしましょうということで、うん、活動をしておりました。でアンズについてはそれも今もずっと継続をしてるんですが、その後、師匠の方で先ほどねご紹介しました
一事業モデル事業ということでね、肝煎りでね、小林商社の方から後押しをいただきながら資金も提供もいただきながらということでね、進めてまいりました。いいものができましたですかね。はい、そうですね。なんか杏ってとっても可愛いし、ただ生でその私たちその町代の人間じゃないものが手に入れたり、うん、都会の人がっていうことあんまり杏そのものを見たことがない人が多いんじゃないかなと思っていますし、うん、そのリンゴは有名でも杏ってなかなか世に出ていないので、で今回いろいろこう勉強する中で、その豊姫様、その宇和島からお越し入れの時に持ってきたというような物語もちょっとこう切なく、ね、はい、そちらにも本がありますが、はい、今日本がなんとなくこう回帰している中で、日本の文化が非常に海外にもそれから日本の中でも見直される中で、少しこう回帰したようなこう文化とこう融合させるのが、まあ、非常に松代のその魅力でもあると思いましたし、うん、ただお菓子屋さんたちがその全然食じゃない童謡っていうのとあんずをこう融合させるっていうことにすごくきっと抵抗はあったんじゃないかなと思っていて、そのあたり、まあ、私のその無理難題にまあ答えてくれたのが大渡さんはじめお菓子屋さんたちなんですが、はいはい、そのあたりが、まあ、今になってどうだったのかっていうところですけど、会長さんいかがですか。はい、今はこう3商品3商品2回できて6商品できたんですけれども、最初は本当に雲をつかむような話で別な商品で作ってはいることはいたんですけれども、同様と絡めるというのは大変難しい課題で、皆さん多分苦労したと思います。はい、後ほどまた商品の、ね、細かにそれぞれ個々に紹介はさせていただきますけれども、はい、なんかね、イメージ的にすごくこうご苦労されたそのあれがね、うん、よく表れてて、ただそのあんずというこうお菓子には使いやすいものだとは思いますし、うん、ただその童謡のその曲のあくまでもその曲を聴いた時のイメージとか、うん、あとは曲のその歌詞の中に出てくる一コマっていうのをまあ形にするということで、随分まずは試作を作ってもらって、うん、何回かの会議の中でみんなで集まって3店舗、もちろんお菓子屋さんたち3店舗も集まり、私とあとはデザインをしてくださったそれは東京の方にお願いしているんですが、あとは何度もこの前も出たと思いますけれども、パッケージの方のね、はいはい、友谷さん、友谷アーツの友谷さんも一緒に、はい、あとは松代の秘書の小林さんと一緒に何度か会議を重ねて、少しずつこうお菓子を作っていくという作業はありました。新しくパッケージを作ってロゴマークというのをあれですね、これをもう選定されたんですね、はい、お菓子のロゴはこれになります。あ、こっちか、はい、お菓子のロゴはこれになります。ここに実はこれこの前お話にあったかもしれませんが、長野県の形を真ん中しておりまして、うん、あ、なるほどですね、はい、長野県の形でちょうどお花というかあんずの花がついているところが松代、あ、小鹿もバンビもいますね。はい、ね、で周りに、はい、汽車があったりね、そうです、はいはい、松代童謡土産とい こう、ね、言い方が、まあ、非常にちょっと馴染みがないこう言い回しなのかもしれないですけれども、それが、まあ、少しオリジナリティがあっていいのかなと。このマークちょっとアップできますか、青松さん。これはどういう的にシールでしたっけ。これは、そのマークは、はい、松代そのものの長野市で、うん、依頼されて、やはり同じような頃、はい、来年が童謡の100周年ということもあり、ね、はい、このロゴを一緒に私たちの中でデザインをしていたということになります。あとは告知用のポスター、これも大きなものができております、はい、これはどんなところで展示って言いますか、各お店で。はい、これは、今日はパネルの形でご案内してますけど、はいはい、各お店ではポスターという形で貼ってあって、 あとはこの前もつい、23日に食の合戦があったんですが、はい、そういった時にこうちょっと売るために
使ってツールとして使っています。でそのそうちょうど今お話ししましたそこの合戦の時の様子は、はい、会社さんはおいでにならなくて土屋さんおいでにならなかったんですね、はい、あ小林さんとね、売り出しの舞台は、私とあとは松代師匠の小林補佐と、はい、あとは所長さんも一緒に3人で、はいはい、これあのそれぞれ結構単価的にまだあのご紹介してないんですけどあるんですがなんかすごくこうお得な価格で1000円税込みで6個セット、ね、大盤振る舞いじゃないですか、はいはい、そうですね、あの知っていただくためにちょっとお安くご用意して、はいはい、限定でっていうふうにしてあの市民新聞にもね紹介をいただいたんで、はい、あのその中で今後はあのイベントですとかそういったことも含めながら各、うんお土産屋さんであの販売をする予定ですというような記事が載っておりましたがそこでもやっぱり1000円で販売されるんですか？もうちょっと高くなる、うん、今ちょっとそれはまた考えているところですが、ね、あのそれではなかなか採算取るの難しいので、そうですね、そうでしょうね、まあ、正規のルート、うん、あの価格になっていくと思いますし、うんうん、セットでまあ少しノベルティを考えたりしながらその松代の紹介お菓子を売るイコールその松代の文化の紹介ということで考えていきたいと思います、うんそのポスターなんか私もあの飲食店やってるんですがそういったところへこう飾らせていただくとかぜひぜひぜひいいわけですね、はいはい、ぜひよろしくお願いします。わかりました。あとあの町内にはあのこういった会費ですね、うん、があります。で公園の中にも5箇所からその他に、まあ、詳しくまたパンフレットをご覧いただきたいと思いますがあのそれぞれ、あります。それから3店のお店を回っていただいて一応会費と貸し巡りですかね、はい、いうことでいただければと思います。さっきあのお菓子の開発のコンセプトということで、ね、私あの予告の時にもね一応お話はしたんですけど、同様には素敵なメロディーと美味しい菓子が必要でしょうということで歌詞と歌詞をかけたんですがなかなかな受けなかったんですけどね、なるほどなるほど、はい、そんなわけでございます。今回の長野市のね、きらめき事業ということでやってます。で長野市のあのコンセプトって今何て言いましたっけ、ご縁を大切にっていうのはあるじゃないですか、うんうん、はい、でやはり私ちょっと考えたら今後ねあの宣伝ということで皆さんご予定してますけどあの杏を使ってご縁を深めていただこうと人のつながりを作っていただこうということで杏の縁これをまあぜひね使っていただきたい。で実はこれどういう理由かと言いますとねちょっとじゃ あのちょっと聞いていただいてローマ字で書くと実はね杏の縁つまり安全安心安全ということで、あの食のに一番肝心なね安心安全を目指してやっていきましょうということで、これもねちょっと使っていただければなと思います。そしてあとはじゃああのプロデュースあの、商品のね紹介の方もねちょっとしていただきたいと思いますが、はい、昨年の3点はちょっと割愛していただいて今年の新しくできました3点、はい、ご紹介をいただければと思います。分かりました、はい、それでは画面の左端からじゃあお願いできますか、はい、これですね、はいはい、そちらはあの私 の, あの、はい、大当たり成果法の見てござる杏のつゆです。見てござるの一番の歌詞は村の外れのお地蔵さんはいつもニコニコ見てござるというものですが、きっとお地蔵さんも近くにある杏の木に実った美味しそうな杏の実も見てござったのではないかということで杏のつゆを作りました。ほんのりと杏風味の牛ひもちです。それで次お隣ですが、蔦屋本店のもなかなんですけれども、カエルの笛アンズとキャラメルチョコモナカです。サクサクのお米味のモナカ種は同様カエルの笛にちなんでカエルの形をしています。中にはドライアンズの角切りをはじめ
焦がしキャラメル、ミルクチョコとナッツを一味加えて和洋折衷のした新しいもなかです。次お隣、角屋本店の優しいお母様アンズミルクケーキです。前回は小鹿のバンビでは洋菓子としましたので、今回は和菓子にしようと作りました。どんな感じにしようかと迷ったところ、ふと浮かんだのが昔あったとある企業の CM でした。ミルキーはママの味、ミルク味をベースにと決めましたが、和菓子ということで本体はあんこをベースとした浮島生地で、これは蒸しカステラ風なんですけれども、生地に練乳を混ぜて試しましたが、うまくミルク味ができませんでしたので別の方法を考えました。あんずは最初はあんず缶というもので試しましたが、酸味が少ないのでジャムに変更しました。本体のコーティングにミルク味を持ってきて、あんずの酸味とのバランスを取りました。表面がベタついて持てないとの意見もありましたが、和風ケーキの感じで楽しんでいただけたらと思います。以上の3点が新しい、お菓子でございます。はい、あの角屋さんにお聞きしましたらね、はい、米粉を使ってますと。ああの小麦アレルギーの方があるので、今回はこの辺もあの考慮したんだよというようなことをね、はい、おっしゃっていただけました。はい、前回もあのいろいろ同様のと苦労したんですけれども、今回はもっと苦労した、それぞれ苦労したみたいで、同様に苦労した、同様、そうですね。あの蔦屋さんに聞いたところ、はい、その夢にまでカエルが出てきたので、なんかあの社長気のせいか、なんか似てますよね、顔がね、カエル。似てくるかもしれないです ね、苦労するとね。はい、そこまで悩んじゃったで、ね、で風谷さんももうギリギリまでどういうふうにしようかということで、結構苦労されたみたいです。苦労の成果が出てると思うので、皆さんどうもお味見てくださいと思います。ぜひ、ね、ご賞味いただきたいと思います。はい、あと今後の一応来年がちょうど100周年ということで、はい、それからあの最終年になりますので、はい、今後のこう展開といいますかね、宣伝の方法ですとか、こういうふうになったらいいなというような思いがありましたら、最後にどうぞ一言。ありがとうございます。はい、まあ、来年は100年ということで、計画してた時はそれは知らずに計画をして、偶然だったんですけれども、100年ということでいいきっかけをいただいているので、この前も松代の童謡を歌われている方とちょっと打ち合わせをさせていただいたりしながら、ぜひ来年は何か童謡とイベントができればなと思っていますし、実は私岡山出身なものなんですけど、横浜出身なんですが、佐久間象山先生も横浜にゆかりのある方ということで、その横浜にも有名な赤い靴という童謡ございますし、何かこう杏子、それから文化である童謡を通じてこう都市間交流に発展できたら面白いなと思いますし、食だけではなく松代そのものをこう代表するものとして、なんかこうつなげていけたらいいなと思っています。はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、残念ながらもう時間が来てしまいましたので、あとはまあ皆さん各店舗を回っていただきながら、ぜひご賞味いただきたいと思います。本日はあんずスイーツ研究会のお高田ゲストにお迎えしましてお送りしました。これで失礼をいたします。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、美味しそうですね。そうだね。後で目移りしちゃうね。後でいただけますか。いいじゃない。じゃあなんかね、よだれが出そうです。そう。あ
まあ、酒のつまみってわけにいかない ね、ちょっと厳しいね。お酒ないでしょ。ああ大丈夫です。はい、わ、はい、かりました。来週、はい、来週っていうか、ね、予告ね、はい、今ね、これからね、お知らせね、はい、12月1日から、はい、樋口家住宅でね、真っ白の養蚕と製紙企業、製紙業の関係でね、企画展というのをちょっとやります。あのね、真っ白、伝承館でもね、一応今はね、富岡製紙業関係のやつもやってはいるんですけども、企画展ということでね、樋口家住宅で一応やるようにいたします。和田さんも来るの？和田屋さんね、写真でね、写真で、はい、大丈夫です。はい、ね、9時からね、16時30分、ね、12月1日から、12月30日まで年中無休でやってますんでね、ぜひお出かけいただければありがたいなというふうに思います。ぜひお出かけください。はい、お願いします。はい、予告ですね。はい、続いてですね、はい、はい、来週はね、これまたちょっと面白いんだよね、はい、地域発活力ある学校づくり推進事業について、これも長野市もやっぱりやってるんですよ、ね、で、はい、連携推進ディレクター田中さんに来ていただいてやるんですよ。難しい言葉で分からない、うん、だからそれを聞くの、それを聞くの、はい、どういう目的でやるのかさ、なるほど、ね、でまして真っ白でどうするの、うん、そういうお話を聞ければいいから。パーソナリティも、パーソナリティ私やるんだけどね、まあ、どんな話になるかね、まあ、宮坂さんの話は多分出てこないかなとは思うけど、ね、大丈夫だと思いますけど、ね、それは関係ないからね、うん、はい、そんな方で来週です、はい、ということで、はい、それでは来週のしゃべくりますのどうぞお楽しみに、はい、楽しみによろしくお願いします。松代はあなたの街、それそれそれくり松代、また見てね。